今シーズン2年連続の最下位に沈んでしまい、なかなか浮上のきっかけがつかめていない新庄剛志監督率いる日本ハムファイターズ。それでも新庄監督が就任してからの2年間で、日本ハムはチームとして変貌を遂げてきました。特に新庄監督は多くの若手選手、さらには他球団からやってきた選手を自らの指導で改造し、かつての野村克也氏のように活躍させています。そこで今回は日本ハムで新庄監督が開花させた選手たちについて紹介します。万波中正。まず最初に紹介するのは、本塁打王争いを繰り広げるまでに成長した万波中正です。万波は2018年のドラフト会議で日本ハムから4位指名を受けて日本ハムに入団しました。父親がコンゴ民主共和国出身のハーフでもある万波は、高校時代から圧倒的なパワーを誇っていたものの、三振も多く、完全にロマン砲の一人としてどのように日本ハムが育成するのか注目が集まっていました。ただプロ入り後はなかなか結果を残すことができませんでしたが、3年目でようやくプロ初本塁打を放つと、シーズン終了後に新庄監督がやってきたのです。そんな才能型の万波選手について、2022年の春季キャンプ序盤、キャンプ中継に出演した新庄監督は、アメリカでプレーした経験もあるけど、万波のヘッドスピードはメジャーリーガーと一緒だと、メジャーのパワーヒッターにも劣らないものを持っていると語りました。その上で、課題は芯で捉える確率だと指摘し、新庄監督はマシン打撃で万波が速球に苦しんでいる姿を見て、ボールの下を振っている、ボールの上面を削り取るようなイメージで打て、俺はメジャーの投手もそれで打てたと助言したのです。さらに新庄監督は万波のコンパクトなスイングに対しても繰り返し指示し、荒削りな打撃に改良を加えていきました。また外野を守る万波の守備にも新庄監督は荒療治を施していて、シートノックではミスを繰り返す万波にもう一回と声を張り上げる場面もありました。そしてもともと万波は外野から投げる動作への移行を考え、打球を取る際には微妙にスピードを落とし合わせることがあったといいますが、新庄監督からのアドバイスはその発想を完全否定するものだったようで、ビッグボスは 100% で打球にチャージして一切合わせていないんです、そのまま勢いで投げるんですと、しっかり打球を処理できるならスピードを落とさず打球に向かっていく方がいいことを気づかされたのです。こうして2022年の春季キャンプから新庄監督の期待を受けた万波は、自身初となる開幕1軍を勝ち取ると、シーズンでは100試合に出場し、キャリアハイを大きく上回る14本塁打を記録。ただ課題とされていた打率の面ではまだ効果は出ず、打率2割3厘という低打率でシーズンを終えていました。それでも新庄監督政権2年目となった2023年シーズン、万波はついに才能を開花させます。開幕から規格外のパワーで本塁打を量産していった万波は、守備でも驚異的な強肩を生かして、現役時代の新庄監督のようなレーザービームで何度もランナーを刺していました。そして自身初となるオールスターゲームにも出場すると、最終的に141試合に出場し、25本塁打、74打点、打率2割6分5厘とキャリアハイの数字を残し、惜しくも本塁打王獲得とはなりませんでしたが、充実のシーズンを過ごしました。こうして結果を出した万波に新庄監督は、最終戦終了後に、欲しいというのであれば僕は全然、あとは球団側がどう決めるか、万波くんは66が好きなようなので、と自身の背番号1を譲るに値すると万波を絶賛。その上で新庄監督は、すでに来シーズンへ向けての宿題として30本ぐらいは打ってと語ると、万波はターゲットを情報修正して、いや、40本打つつもりです、こういう争いはもういい、ぶっちぎりでタイトルを取れるような選手になりたいというように頼もしい言葉を残していました。郡司裕也。続いて新庄監督の下で覚醒したのが郡司裕也です。
学生時代には仙台育英高校から慶応義塾大学というようにエリートコースを歩んでいた郡司。大学時代には強打の捕手としてベストナインに3度輝くなど、輝かしい実績を引っ提げて2019年のドラフト4位で中日ドラゴンズに入団しました。しかしながら中日では1年目こそ開幕1軍をつかみ取り、30試合に出場したものの、プロの舞台ではなかなか郡司の売りである打撃を生かすことができず、2021年は9試合、2022年は33試合と、ほとんどチームの戦力となることができていませんでした。そして2023年も6月中旬まで1軍ではわずか1打席のみの出場機会に終わっていた郡司は、2023年6月19日、2対2のトレードで山本拓実とともに日本ハムへトレード移籍することが発表されたのです。そんな中、新庄監督は2人の入団会見でいきなり、山本くんと郡司くんでいきなり先発バッテリー組めばいいじゃん、と新庄監督らしいコメントをすると、郡司は、これはやる気が出ますね。行く方の自分からしてもありがたいです。気持ちを乗せてくれるのがうまいですね、というように、早速新庄監督の言葉でモチベーションを上げていました。すると新庄監督は、郡司を積極的に起用し、移籍して間もない7月2日のオリックス戦で、郡司は期待に応えて、キャリア初の3安打をマークすると、自身初となるお立ち台を経験。そして試合後には、自身のインスタグラムに、新庄監督から DM が届いたようで、この気持ちを忘れずに10月まで走り切ろう、年俸4000万円を目指そうぜ、と熱い言葉が届いていたというのです。郡司はこうした新庄監督の巧みな人心掌握術にすっかり魅せられたようで、そんな監督っていないじゃないですか、めちゃめちゃ嬉しかった、シーズン最後の最後まで初心を忘れずプレーしたいと思っています、というように語っていました。結果的に郡司は捕手以外にも打撃力を生かすべく、ファーストやセカンド、外野でも起用され、プロ初本塁打を含む3本塁打を放ち、打率2割5分4厘と持ち味の打撃を生かしてブレイクしました。こうして途中加入にもかかわらず、新庄監督の言葉で覚醒した郡司は、春季キャンプを経た上で臨む、来シーズン、さらなる活躍が期待できそうですね。鈴木健也。3人目に紹介するのは、投球フォームの変更で覚醒した鈴木健也です。高校卒業後、社会人の JX エネオスに進んでいた鈴木は、2019年のドラフト4位指名で日本ハムに入団します。そんな鈴木は、もともとサイドスローの投手で、1年目から中継ぎとして1軍でのチャンスをもらいますが、結果は出ず。2020年は防御率 7.94、2021年は防御率 4.19 という数字に終わっていました。完全に伸び悩んでいた鈴木でしたが、2021年のオフに新庄監督が就任し、2022年の春季キャンプでまさかのアドバイスを受けることになります。新庄監督はいきなり練習中の鈴木に対して、打者から見やすくなっているからちょっと見づらくしない?と、サイドスローからアンダースローへの転向を勧められたのです。この新庄監督の言葉に鈴木は、今かなと思って、変えるのはすごく勇気がいる。一つの引き出しとしてやってみました。と、アンダースローに挑戦することを決意したのです。すると、アンダースロー転向は鈴木にとっていい方向に向き始め、課題だったコントロールが改善。2022年6月26日の試合では、ワンポイントリリーフでプロ初勝利を記録し、試合後には、最初は戸惑うしかなかったけれど、ボスが可能性を広げてくれた。本当にアンダースローへ変えてよかった。ビッグボスがいろんなことをアドバイスしてくださって、いろんな場面で試していただいている。ボスの意図を汲み取って、自分の中で頑張ってくれということだと思う。というように、新庄監督への感謝を語っていました。さらに鈴木は、新庄監督から2022年の秋季キャンプでスーパークイックを磨いてと指示を受けました。そして2023年は開幕こそ中継ぎだったものの、ローテーション投手が怪我で離脱したこともあり、
先発へ転向。すると独特のアンダースローとスーパークイックで打者を翻弄し、6月24日終了時点では6勝2敗、防御率 1.55 という素晴らしい数字を記録したのです。ただその後は打ち込まれ試合が続き、初の先発ということもあり、疲労などが回復せずに6勝のままシーズンを終えましたが、先発としてシーズンオフからキャンプにかけて体力づくりを行えば、来シーズン10勝も期待できるのではないでしょうか。田中正義。次に紹介するのは、今シーズン守護神を務めた田中正義です。田中は創価大学時代から力強いストレートを生かしたパワーピッチングが持ち味で、2016年のドラフト会議では目玉の一人として注目を集めていました。そして予想通り、ドラフト会議では5球団が田中を1位指名。抽選の結果、ソフトバンクがくじを引き当て入団することになりました。当時は将来の日本のエースに成長することが期待されていた田中でしたが、プロ入り後は大苦戦。1年目から右肩の違和感に悩まされると、実戦に復帰してもコントロールが定まらず、力強いストレートを生かすことができませんでした。結局、ソフトバンクでは2017年から2022年までの6シーズンで、わずか34試合の登板にとどまり、プロ初勝利すら挙げられずにいました。そんな中、2023年1月にソフトバンクが日本ハムの近藤健介を FA で獲得すると、日本ハムは近藤の人的保障として田中を獲得。田中は新天地で気持ちを新たに臨んでいくことになったのです。すると、新庄監督は田中に対して、2月の春季キャンプで技術面とはまた異なったアドバイスを与えていました。田中は新庄監督からもらったアドバイスとして、力んでも良くないので笑うぐらいで投げたらいいのでは、という言葉をもらったようで、実際に田中はキャンプからマウンド上で笑顔を意識するようになっていました。そして、もともと先発志望だった田中を、新庄監督はリリーバーに転向させると、開幕から6試合を防御率 1.50 で投げ切ります。このタイミングで守護神を務めていた石川直也が離脱したこともあり、新庄監督は田中を守護神に指名すると、4月26日のオリックス戦でプロ初セーブを記録します。その後も守護神として持ち味のストレートを生かしたパワフルなピッチングでセーブを重ねていった田中。他にも新庄監督からは、今まで怪我に悩まされてきた野球人生だから、もうこれからは楽しんでやりなよ、というアドバイスも受けたと語っていました。最終的にシーズンを通して守護神の座を守り抜いた田中は、47試合に登板し、防御率 3.50 で25セーブを記録し、初めて1年間走り抜いたシーズンとなりました。新庄監督は来シーズンの守護神は白紙だと語りますが、田中にはさらにスマイル投法をレベルアップさせて、日本ハムの絶対的守護神に定着してほしいですね。江越大賀。最後に紹介するのは、今シーズン阪神からやってきた江越大賀です。2014年のドラフト3位で駒沢大学から入団した江越は、入団当初から圧倒的な身体能力が話題となっていましたが、それ以前の打席でバットがボールに当たらないことが課題となっていました。その結果、阪神では結果が残せず、2022年10月にトレードで日本ハムへと入団し、獲得を望んだ新庄監督は江越に対して、野球をやってきた経験を全て捨ててもらわないといけない、とコメント。さらに打撃指導では、ショートゴロ、セカンドゴロを打ちなさい、と声をかけ、バットを短く持つよう指示。強く振ることではなく、芯に当てる打ち方をやっている。ホームランを打ったら罰金。というように、江越の課題を克服するために、独特な練習法を与えていました。また3月上旬には、新庄監督の勧めで目の検査を受けると、乱視と診断されて、対策のためにサングラスを作成。すると、開幕から1軍に帯同した江越は、これまでより確実にバットに当たる確率が高くなり、
5月には3試合連続本塁打を放ち、本来の才能を発揮しました。ただシーズンを通して見てみると、打率1割8分とまだまだ改善点はあるはずなので、再び新庄監督のアドバイスに注目が集まります。いかがでしたでしょうか？あなたは今回紹介した新庄監督が覚醒させた選手たちについてどのようにお考えですか？ぜひコメント欄で教えてください。